はい、というわけでございまして、サンダルフォンでアインソフウォールを聴いていただきました。いや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 、もう美しかったですね。余韻に浸っちゃいますね、こんなね、かっこいいと。さあ、それでは次は一体、おやおや、トラブルですかね。あ、照明さん、すいません。拍手ありがとうございます。すいません、すぐ復旧すると思いますので、お待ちいやー、よかったよ、今のは。サンディってあんな風に情熱的に歌えるんだ。ちょっと俺の中で印象変わったかも。え？この声はまさか。いやー、みんな。ベリアル？なんで？なんでって、会いに来たんだよ、ミノルと貴空氏のみんなに。あ、もしかして俺来ちゃダメだった？来ちゃダメってことはないんですけどもね。いやいやいや、段取りってものがありますからね。ほら、ベリアルが出てくるなんて、ほら、一言も書いてないです。ほら、ここね。いや、ほら、このコメントだっても変な盛り上がり方してますし、これ。そうかな。あ、帰れって言ってる子いるね。なんてことだ。ずいぶん排他的だな、君たちは。なあ、もっとイレギュラーを楽しもうえ、ちょぜ。ちょ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 、あの機材をさ、いじるのやめてください、ほんと。ね。ちょっとぐらい大丈夫だいやいやいろう。ほら、ミノル、ポーズ取ってみて。やいやいやいや、だからそういうのいらないですから、なしでいいですから、ね。そう、怒るなよ。俺も会場まで来るの大変だったんだぜ。電車乗り継いで、ソーシャルディスタンスも保って。まさか今回会場まで電車で来たんですか？そう、渋谷駅の多層構造には参ったね。あれは何なんだ。渋谷から来たんですね。 いやいや、あの駅ね、めっちゃ入り組んでて、こう初見殺しなとこありますけれども、いやいやいや、違うんですよ。普通にこう世間話してますけど、そろそろ次のステージがありますからね。あ、そう。もっと俺と遊ぼうよ、ミノル。おお、ちょっと、どこ触ってんですか？いやいや、もうこれちょっと、マジでどうすればいいんでしょうね、これは。段取りの心配ならしなくていい。進行表の最後を見てくれ。最後。書いてあるだろ、俺の出番。どういうことですか、これは。挿入させてくれって頼んだんだ。俺の出番をね。スタッフの彼女を、あ、いや、彼だったかな。快く受け入れてくれたよ。言い方にちょっとあれでしたけども、ちなみにですけど、どんな手を使ったんですか？そりゃあ、手の形はいや、こう。待て、ダメですよ。これは今、この配信、今全国配信されてるんですかね、これは。くだらないね。タブーだとか、放送禁止なんとかとか。もっとこう、エンターテイメントっていうのは自由な表いやいや、現そを。こはね、分かりますけど、マジでそこは控えめな方でお願いしますよ。これもうお子様にこう見せられないやつは NG なんですから。子供も見てるのそう。か？じゃあダメだ。悪かった。よかった。それじゃあ、良い子は今すぐ配信を見るのをやめてくれ。ここからは大人の時間だいやいや、が。まだそんな深い時間でもないですから。いやいや、そういうことじゃないですよ。ちょっともう、もういいや、わかりました。諦めます。はい、それでは改めてご紹介したいと思います。飛び入りゲスト、堕天使のベリアルです。いや、俺が出てきて驚かせちゃったかな。サンディのステージ、俺もぜひ見ておきたくてさ、はるばる見に来た甲斐があったよ。
本当にいいステージだった。君たちもそう思うだろう。そしてサンディに見せられた君たちの熱気に恍惚とした表情、潤んだ瞳、実に官能的だった。そそられたよ。ああ興奮した。見ていて正直ボーちょボーエリアさん、ダメ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 、ノン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 、見惚れてしまうくらい素敵な光景だった。あそうね、そうよかったわ、とてもよかった。はい、そうですね、本当にサンダルフォンのステージはもうとてもとても素晴らしかったです。もうコメントもね、もう大盛り上がりでしたからね。いやもう僕はもうサンダルフォンの背中にもう羽がバーッと広がった時は見入ってしまいました、うん、大胆だったね。公衆の面前で大事なところを広げるサンディ、あんな姿ちょっと前じゃ考えられなかっただろうなあ。言い方ね、言い方ですよ。まあまあまあ、でもまあわかります。そうですね、初めて登場した時はもうもっととんがってましたからね。いろんな相手と交わってサンディも成長したんだ。それを思い出して胸が熱くなった。はい、もうねそろそろいろんな意味で角が立ちそうなんでもうやめます。はい、この辺にしておきましょう。もう盛り上がってるところね大変惜しいんですけども、そろそろお時間のようです。はい、ああそう、俺もいろいろ喋って満足したかな。よかった。じゃあ最後にですね、ベリアル何か最後に一言お願いします。スポットライトと君たちの熱い視線を一身に浴びて体もいいほてり具合だ癖になりそうだよ。でも今日はサンディの応援に来たわけだからここまでにしておこう。このステージに限らずまた会うことになるだろう。この世界と得意点ってやつが存在する限り俺たちは巡り合う運命だその時を楽しみにしているよ。もう来るなって言ってる子がいるね。そんなに見たくないのかい俺の顔なんてね。ではちょっと早いが良い年末を。はい、ありがとうございました。以上特別ゲストのデリアルでした。なんか疲れた。白石さん、今の独特な気配はもしかして。いやそうです、実はベリアルが来てました。いやもう僕もびっくりしちゃって、うん、やっぱりサンダルフォンさんのライブをベリアルさんも見たくなっちゃったんでしょうか。